ぎっしり詰まった四万十栗のクリーム。今日から丸中や富士で販売が始まった高知県産四万十栗のパンケーキです。マックスバリュー西日本がご当地の旬の味を楽しんでもらおうと、富士リテイリング、パスコと共同開発、中四国と兵庫の434店舗で販売がスタートし、井上副知事にお披露目されました。お、栗ですね。この甘さ、栗の甘さがすごい出てますし、クリームと合いますね。いきなり全部食べたいです。食材はいいのが揃ってます。副知事も美味しさにびっくりのパンケーキ。黒潮くんはパッケージになって商品を PR します。黒潮くん喜んちゅう。パッケージ喜んちゅう。さすが。国産小麦を 100% 使用したパンケーキはしっとりふわふわ。ほのかな渋みと深い甘みが特徴の栗の味を、甘さ控えめのミルククリームが引き立てます。地域の商品の良さをやっぱりたくさんの方に今知っていただきたいと思いますので、美味しいですから、しっかり食べていただいて、その良さを知ってもらえたらなというふうに思います。県内では富士8店舗と丸中16店舗で今月30日まで販売されます。